森新茂劇は、日本の財務官僚、中央大学大学院法務研究科特任教授、東京財団上席研究員、元財務省財務総合政策研究所長、大阪大学博士、広島県生まれ、私立修道中学校、修道高等学校を経て、京都大学法学部卒業後、1973年、大倉省入省、同期には、 金田勝利、佐藤隆文、荒井正慶、牧野二郎、井戸清人、花積和夫、柏木茂夫、加藤秀樹などがいる。大倉省主税局調査課長、主税局税制、第二課長、主税局総務課長、大阪大学大学院法学研究科教授などを、経て2003年東京税官庁、2005年財務総合政策研究所、所長、 2006年に退官。その間、東京大学、プリンストン大学、政策研究大学院大学、早稲田大学大学院で教弁をとる。コロンビア大学法科大学院客員研究員大倉省、財務省で主として税務畑を歩んできた経験を、元に、数々の税制の提言を行うとともに、実現されたものもある。財務省退官後の2006年。 税制シンクタンクであるジャパンタックスインスティチュートを立ち上げ、税制全般にわたる改革案の提言やシンポジウムの開催等の啓蒙活動を行っている。また、2007年からは東京財団の常席研究員として税と社会保障の一体化の研究のプロジェクトを立ち上げ、給付付き税額控除の具体的提言や納税者番号の導入の提言等を行っている。 また、金融税制度際向かいの座長として5枚とし、具体的な金融税制や番号制度の提言を行ってきている。これまでの具体的な提言は次の通りである。また、税制に関する啓蒙活動をメディア上でも積極的に行っている。ワールドビジネスソテライトや知りたがりをはじめとした経済関連のテレビ番組への出演や新たにす、 新聞案内人として活動。学術的な研究成果としては、日本の所得税の課税ベースを米国と比較し、その問題点を指摘しつつ、将来のあり方を探る研究、日本の消費税導入をめぐる、政府、国会の議論を精緻に調べ上げその政策過程を網羅した研究がある。ありがとうございます。